マイルの興奮が極東にもやってまいりました。ワールドブリーダーズカップマイル、いよいよスタートです。ワールドブリーダーズカップマイル12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。ドーニアプローチが先手を取ります。その後ろでやりましょうか。1番ムーンパティール、それからソビエトスター、そして外からは11番ヤンボードクリフス、それからもう1頭ロックオブジブラルタル、そのうちポエッツボイス、この辺りちょっと離れているパットトリック、その後ろ3馬身くらいあってフェアリーキングプローン、外から1頭ゼロクロス、内を通りましてエレクトロニックユニコーン、それから足毛の馬体マチュピチュでやります。そしてその外にゴールデンチャオ、順位が入れ替わっておりまして、先頭はムーンパティールであります。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。ゴールデンチャオはまだ後方、ようやく追い込み態勢。一番内ムーパティールが頑張っている。内からはドーニアプローチが来ている。外から懸命にドーニアプローチ、一発二発とムチが飛んでムーパティールが先頭だ。ロックオブジブラルタルが二番手、捉えるか。ロックオブジブラルタル、ゴールデンチャオが襲いかかる。一着9番ゴールデンチャオ、ワールドブリーダーズカップ4勝目。